ライトを消すのが先だな。それがどうした？全部ぶっ壊して魔航路へ向かう。
いつらは俺に任しとけ。頼られちゃな。まあ、邪魔見やがれ。そうだ、今度キッ。ほらほらほら、までに行くぜ。次もこの調子。先が思いやられるな。急したのは警備兵器だけじゃない。不足してるな。Thank you.
これで2つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。崩れねえよな。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しよっか。少しは心配しろよ。一つあれは十分だ。神羅に作れんのは偽物だけ。戻ってきたみたい。最後のライトは。あのライトで最後。ずいぶん回り道しちゃったね。ここには仲間の目印もないしな。ジェシーとウェッジがいないのもいて。うん。二人のことビックスに何て言おう。きっと心配するよね。ライトまでの架け橋、しっかりつなげろよ。やってやる。
そこ調子に乗る。集中して何邪魔だ。切るんだ。そこ当てる。いた。フォローは任せて。俺の負けだ。しまった。決める。頑張って。動けるうちに当てる。今だ。行くよ。まあ、やってやる。切り替えよう。覚悟はいいか。叩き切る。そこ見極める。何、次はない。このままでは。そこ、よし、やってやる。たたみかける。スレンド終わらせる。消え失せろ。そこ、たたき切る。ショット。頑張って。浮かれている暇はない。きっと喜べよ。お、上から来たか。このリフト、さっき使ったよね。なんか忘れ物か。止められると思ってんのか。見くびらないで。集中して。Yeah!
そっちはどうだ。じゃあ行くよ。くっ、そんなもん。ふっ、ギャッ、気をつけてね。下がっている。集中していく。はい、どけどけ。覚悟はいい。切るんだ。ここで仕掛けろ。やあね。仕留める。消えろ。こんなもんよ。これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。多分だ。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。ジェシーの怪我大丈夫かな。あいつらの分まで神羅を懲らしめてやんのが一番の治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分お願い。
ビッグスとの合流場所は。マコロへ続く通路の中だ。暇つぶしのプラン、A から Z まであるって言ってた。G くらいまでには着くようにしねえとな。メインリフトまで戻ってきたね。首を洗って待ってろよ、マコロ。先を急ごう。いよいよ魔航路か。暗くて息くせえ。星の命が削られた場所だ。中は魔航の匂いが鼻につくぞ。覚悟しとけ。うん。見ろ、魔航路が呼んでるぜ。早く来い、早く来いってな。
ミックスとのランデブーポイントはこの先だ。遅くなったからきっと心配してるね。ミッドガルはシンラの手の内だ。監視はされていただろう。気づいてたなら言ってよ。言ったらやめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力ずくでも得意そうだ。どうでしょう。てか、クラウド？ジェシーとウェッジは？どんな感じだ？犯人グループが列車から飛び降りたって、上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。マコーロへのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーク！で、あとの二人は？ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか？口数は減ってね。大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行きに乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔法炉の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリル。調子はこれ以上ねえってくらい上々よ。みんなのことお願い。おうよ。よし、俺たちもワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。